皆様おはようございます。本日は9月10日土曜日です。はい、私はもう見てわかる通り阪急大阪梅田駅の方に来ております。今日なんですけれどもね、はい、この大阪梅田駅から、宝塚線、今ね発車していってる、はい、宝塚線に乗りまして宝塚まで行きたいと思います。でね、本日乗るね電車車両がですねちょっと面白いということでね、今回はちょっと簡単に紹介していこうと思っております。もう奥の方に見えているのは3本同時発車です。この3本同時発車っていうのはね10分に1回見れるんですよね。ということでね、本日は宝塚線のねちょっととある特徴を持ったね、はい、車両に本日は乗っていくということでね、よろしくお願いいたします。この阪急大阪梅田駅はですね、私鉄日本でね一番大きい規模を誇るターミナル駅としてね知られる駅です。向こうがですね京都線、はい、こちらが宝塚線で、向こうが神戸線となります。で、今から乗るのが宝塚線です。そして今から乗る電車14時5分発急行宝塚行きが到着いたします。この電車のね2両目が面白いんですよね。はい、ちょっと入線紙を取っていきたいと思います。座れるかはわからないんですけど、まあ、座れなかったら大丈夫でしょう。まあ、はい、ということでやってまいりましたので、電車は8000系です。大阪梅田と書かれていましたが多分幕が回ると思います。ではね、もう最初の冒頭からお伝えしています通り、この電車のね特徴的なねところについて話していきたいと思います。この電車のね1両目と2両目にはですね一部クロスシートというのがあります。このね宝塚線の車両、神戸線の車両にはですねあまりクロスシートというね座席はありません。すべてね長い座席、ロングシートというね座席で運転されることが多いんですけれども、この8000系に関してはですねこのクロスシートというのがですねついております。一部のね8000系に限るんですけどね、今回乗るね、その8000系はクロスシートがついてるということでね、今回そのクロスシートについて簡単にご説明していこうかなと思っております。ということでやってまいりましたのは8000系急行宝塚行きです。この電車で終点の宝塚まで行きます。宝塚までの停車駅は重曹、豊中からの各駅に停車いたします。では早速乗車していきたいと思います。2対2のクロスシートが並んでおります。奇跡的に座席に座ることができたので簡単に座席の紹介をしていきたいと思います。まずは、緑色の座席ですね。これは阪急電車はねロングシートクロスシート関係なく、もうね定番となっている座席の色ですね。はい、他のね京都線神戸線とかでもねこういうシートはよく見ます。で、こちらのね窓側にも肘掛けというのがございます。通路側にもね肘掛けはございます。どっちにも肘掛けがついてるって結構便利だと思います。早速列車は14時5分定刻通りに大阪梅田駅を発車していきます。次の停車駅は重曹です。このね急行が発車していくと同時にね3本同時発車というのが見れます。先ほどもねちょっと言ったんですけれども3本同時発車っていうのは10分に1本見られます。この今乗車している急行は大阪梅田駅をね10分に1本ね発車しているということでね、神戸線の特急と京都線の特急とね同時に発車していきます。奥の方に見えておりますのは神戸線の特急です。これから新開地に向けて約35分かけて新開地まで走り抜けていきます。そしてね今画面上には映っていないんですけど、右側の方にもね今から京都河原町方面へ向かうね特急電車とね並走しております。電車は中津駅を通過していきます。この中津駅はですね阪急の中でもねめちゃくちゃ狭いホームとして有名です。このね、中津駅は神戸線の普通、宝塚線の普通しか止まりません。他のね京都線の普通電車はねここを通過いたします。先ほどお伝えいたしましたが、右側に見えていますのは京都線の特急京都河原町行きです。これから京都河原町まで約45分かけて走り抜けていきます。この特急とねほぼ同じ速度で走っておりました。そして今渡っている川が淀川です。列車は大阪梅田を出て約5分ほどで重曹駅に到着いたします。先ほど抜かした神戸線の特急と京都線の特急と同時に入線していきます。結構入線速度っていうのは速いんですね。この駅は西宮北口新開地方面の神戸線と茨城市高槻市京都岡原町方面の京都線と乗り換えれる最後の駅となっております。この重曹駅を出発すると次は豊中に止まります。
十数機を発射しましたところで、8000系のクロスシートについて解説していきたいと思います。なんでね、8000系のね、一部車両にしかね、クロスシートがついてないかと言いますと、もともと宝塚線、神戸線のクロスシートっていうのは、試験的なね、理由でね、開発されました。しかしですね、ラッシュ時の混雑が激しいという理由からね、一部車両にしか付けられなかったんですよね。まあ僕の中ではですね、8000系というね、車両はもともと大好きでありね、クロスシートというのはなかなか滅多に見ないのでね、やっぱりクロスシートという車両はね、まだまだ残してほしいと思います。まあラッシュ時の混雑が激しいっていうのはね、まああると思うんですけどね、ぜひ、まだね、引退するまで、クロスシートというのは残してほしいと思います。そうこうね、説明しているうちに間もなく列車は豊中駅に到着いたします。列車は大阪梅田を出て約15分で豊中駅に到着いたします。この豊中駅を出ると、この急行は宝塚まで各駅に停車いたします。でね、超どうでもいい話になるんですけど、豊中の人口って約40万人いるんですよね。これって大阪府でね、第4位の人口を誇ります。ちなみにですね、第1位は大阪市で270万人います。多すぎません？豊中駅を発車してしばらくすると、大阪モノレールのね、線路って言ったらいいかな、レールと、はい、なんか並走していきます。これレールって言ったらいいのかな、線路って言ったらいいのかな、多分レールで合ってると、レールではないか、なんて言ったらいいんでしょうね。ちょっとわかる方いらっしゃいましたらコメント欄で教えていただきたいです。そして列車は蛍ヶ池駅に到着いたしました。この蛍ヶ池駅ではですね、大阪モノレールと乗り換えすることができます。大阪モノレールはですね、主に伊丹空港、大阪空港にね、行く時によく使うと思いますけど、多分皆さんも乗ったことはあると思います、関西民なら。でね、他にも千里中央や門真南などのね、行き先があります。モノレールってね、初乗り運賃っていうのが少し高いんですよね。なんと初乗り運賃がね、200円ですよ、200円。もうすごいですよね。なんでこんなに高いんかって、ちょっと僕もよくわからないんですよね。でね、ちょっとだけね、まだモノレールのね、レール線路、と並走していきます。列車は石橋阪大前駅に到着いたしました。この駅の近くにですね、大阪大学の豊中キャンパスがあります。他にも箕面方面へ行く箕面線と乗り換えることもできます。改めてクロスシートを見てみると、こんな感じになっております。京都線にもね、クロスシートというのはありますが、このね、京都線のクロスシートと、この宝塚線、神戸線で使われているクロスシートっていうのはね、また違うんですよね。はい。列車は川西能勢口駅に到着いたしました。この駅はね、能勢電鉄線、日生十王、妙見口方面と乗り換えることができます。この前のね、ミフィー号の動画でもね、宝塚線についてご紹介しましたけれども、もう一回ね、紹介させていただきます。なんかすいませんです。はい。なんかすいません。てか天気良くないですか？はい。天気がすごく良かったです。で、川西能勢口駅を出発しました。あと15分ほどでね、終点の宝塚駅に到着いたします。この時のね、急行のね、混雑率はだいたい 30% から 20%、 20% から 30% ぐらいでしたね。というか加速早いですね。列車はね、川西能勢口駅を出て、一つ目の駅、ひばりが丘花屋敷駅に到着いたしました。この駅ではね、パタパタ表示っていうのがね、見れます。昔ね、パタパタ表示っていうのがあったんですけどね、もうすべて今は LED のね、ディスプレイに変えられております。しかしですね、阪急ではね、4駅だけね、パタパタ表示っていうのがあるんですけどね、それはまずひばりが丘花屋花屋敷駅と花屋敷、駅と、あとは京都線にあります富田、総持寺、相川駅と、4駅あります。はい、これびっくりですよね。僕、京都線にあるっていうこと全然知らなかったです。対向の急行とすれ違っていきます。ひばりが丘花屋敷駅を出てね、だいたい3駅ぐらいでね、中山筋肉、間違えました、中山観音駅に着きました。もうこの振り何回やるんだってね、もうしつこいですね。はい。でね、再び車内を見てみますと、こんな感じです。なんかね、阪急にクロスシートってね、まあ、京都線以外で見るっていうのがかなり違和感があってね。はい。例えばね、まあ、何で表したらいいでしょうね。何でも表せま、あれ、あれ、もう今日滑舌飽きまへんね。もう滑舌が今日は全然もう飽きまへん。いけませんね。はい。もう練習し直します。アフレコの練習をし直したいと思います。大阪梅田駅を出て約35分40分ぐらいかけまして、列車は間もなく宝塚駅大劇場前に到着いたします。
大劇場前、それなんやと思われる方がいらっしゃると思うんですけど、はい、宝塚駅のね近くにはね宝塚音楽学校とかね劇場っていうのがあるんですよね。宝塚で有名なのはね、はい、劇場ですね。やっぱり宝塚音楽学校とね劇場っていうのがあるんですよね、近くに。それを見るにはね今津線っていうやつに乗ったら見れます。今津線っていうやつに乗ったら普通に見れます。宝塚駅を出てもすぐ左手側に見えてきます。奥の方には JR 宝塚駅が見えてます。乗り換え時間は大体3分ぐらいでね、阪急から JR に乗り換えることができます。大体もうめちゃくちゃ走ったら行きませんね。はい、何もないです、すいません。そしてね、はい、なんかいろいろ話してるうちに宝塚駅に到着。宝塚駅はね、なんか高架のね駅でして、で発車メロディーが鉄腕アトムのね、はい、発車メロディーです。音楽が流れるんですよね。鉄腕アトムのね発車メロディーが流れるってね、山手線の高田の馬場駅もそうでしたよね、確か。でね、多分山手線の高田の馬場駅とこの宝塚駅だけじゃないでしょうかね、鉄腕アトムのね発車メロディーが流れるのは。てかおしゃれな街ですね、宝塚はね。なんかめちゃくちゃね家賃が高いらしいです、知らんけど。そして、はい、宝塚駅に到着。今出て行っているのがですね今津線ですね。はい、でね本日はですね、まあ8000系の黒シートにね、まあ、乗車してみたわけなんですけど、やっぱりねロングシートよりも黒シートの方が僕的には快適ですね。黒シートってやっぱりなんか一人一人に席が確保されてるみたいな感じで僕は好きなんですよね。まあそれは皆さんもね、なんか個人に好き嫌いっていうのはあると思うんですけど、僕は黒シートが大好きです。8000系のね、顔面はこんな感じです。はい、なんかね、チョコレートみたいですね。丸色なんですよね、阪急は。本当にかっこいい。本日は簡単に8000系のご紹介でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いできたらお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。